皆さんが気になることを解説するチャンネル、おはこんばんちは闇の向こう側です。さて今回はまたまた皆さんの大好きなエッチな話題、その名も刑務所エッチな事情。刑務所には罪を犯した受刑者たちがてんこ盛りですが、性処理ってどうしているのか気になりますよね。妄想しちゃうだけでワクワクムラムラ。今回はアメリカと日本の刑務所内でのエッチな事情について解説していきますよ。それでは行ってみましょう。刑務所ってどんなところ？そもそも刑務所とは、法を犯した犯罪者が実刑判決を言い渡された時に収容される刑事施設です。罪の償いを行うことが目的とされており、刑罰を受けるところっていうわけですね。また更生して社会復帰を行う役割もあります。歴史を遡ると、刑務所は13世紀中世ヨーロッパの宗教裁判で修道院を刑務所として使用したことが始まりです。当時は裁判や執行を待つ人の待機場所だったのですが、16世紀のイギリスやオランダ、フランスが軽犯罪者や債務支払いを強制するための身柄拘束施設として刑務所が使われ始め、現在の刑務所としての役割を果たすようになりました。アメリカの刑務所でのエッチな事情って？現在世界の刑事施設には1035万人以上の投獄者が存在しています。その中でも一番投獄者が多いのがアメリカ。その数212万人、多いですよね。そんなアメリカの刑務所でのエッチ事情ですが、もちろん一人遊びは禁止されています。禁止してしまったら爆発しちゃうんじゃないの？そうですよね。しかしアメリカでは性犯罪がとても多い国と言われていて、受刑者の中にも性犯罪を犯した人たちが大勢います。性欲が爆発してしまって人に向かって射精しちゃったりする人もいるので、看守や受刑者を守るために G 行為を禁止してしまったんですね。でも州によってはアダルト雑誌を読むことを許可されているところもあります。そこは暗黙の了解といったところでしょうか。しかし性処理くらいさせてくれよと2011年に裁判を起こしたミシガン州刑務所の受刑者がいました。一人遊び依存症だったようで、たまりかねていたのでしょうね。でもでも銀行強盗を犯している受刑者の話はあっけなく棄却されてしまいました。日本の刑務所のエッチな事情って？日本にある刑務所は現在75施設、5万人の受刑者が収容されています。アメリカと同じく一人遊びは禁じられています。もし見つかってしまえば懲罰です。でも男性にとっては酷な話、一人遊びできなかったら下着が汚れちゃいますよね。ですから暗黙の了解にはなっているんですよ。女性の刑務所も原則は一人遊びが禁止されているのですが、刑務所の中にいると性欲が強くなるという噂があります。女性だけ男性だけしかいない空間になると飢えてしまうようなんですね。男子校女子校もそんな感じですよね。また毎日規則正しい生活、仕事に勤しみ、ご飯も自分の好きなものを食べられるわけではないので、食欲も満たされず性欲が増してしまう事態になるようです。女の刑務所のエッチな事情って？女の刑務所ではどうやって監視下の中で性処理を行うのか。それは医務室で処方してもらう軟膏です。ローション代わりになるようなのですが、いたすと匂いがきつくなってしまい、いじめの対象になる場合も。というわけでお風呂に入る日の前日にする人が多いのだとか。ちなみに入浴できるのは週3回、ということは週に3回はいたせますね。それでも性欲が止まらない人は毎日でもしちゃうそうです。また性処理を行うのにおかずも必要ってことで、ターゲットとなるのが男性刑務官です。男性刑務官は狙われやすいので、イケメンは配置しないようですよ。不細工な顔にしとかないと奪い合いが勃発しかねませんからね。配置された刑務官、ある意味不細工認定なのでかわいそうですが、それでも唯一の男性なので下半身をガン見しまくる女性受刑者もいるとかいないとか。それに男性刑務官を誘惑する事件もありました。誘惑に乗った男性刑務官が独房の小窓にバナナを突っ込んで生かしてしまったんですね。当然のことながら受刑者は懲罰を受けて、男性刑務官は懲罰を受けました。それからそれから男性刑務官だけでは物足りないと感じてくる受刑者には、同性愛に目覚めちゃう人もいるのだとか。もうかなりヤバいところ行っちゃってますよね。雑居房だとか、夜中に自分の布団に潜り込んでくる人や、入浴中に体をまじまじと見られたり触られたり。その気がなくたって正気じゃいられなくなっちゃうのが刑務所のエッチ事情ってところでしょうか。エッチ事情にオープンな刑務所はある？
アメリカと日本の刑務所のお話をしていきましたが、世界の中にはエッチ事情にオープンな国もあるんです。その国の一つがブラジルです。ブラジルは夫婦面会時に月1回だけ特別面会室という場所でエッチしても良いことになっているんです。その時間およそ2時間かなり濃厚な時間を過ごすことでしょう。パートナーがいる受刑者はまだ救われますね。もう一つの国はスペイン。スペインは夫婦面会時に4から8週間おきに特別室でエッチすることが認められています。時間は3時間。一体何回決めちゃえるのか。ちなみに特別室はラブホ並みにアメニティが揃っているんです。コンドーム、清潔なタオル、そしてシャワーも完備。濃密な夫婦面会となりそうですね。今回は刑務所のエッチ事情について解説していきましたが、いかがだったでしょうか。監視下だからこそ目覚める性欲、人間の野生な部分が見られて AV で刑務所ものが多いのもわかる気がしますね。この動画を良かったと思った方は難航とコメントしていただけたら嬉しいです。